ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第78回配信を撮っていきたいと思います。さあ今回はランバーンさんの4章第1話が解禁されておりますので見ていきたいと思います。さあ、まあ、ランバーンさんは、あ、バーン、おっと、またまた赤コーナーのプレイヤーコンビ圧勝だ。ま、当然だね。やっぱすげえな、コードマンは。だけど、コードマンならザ・ゼノンに出られるはずよね。手っ取り早く稼ぐなら、こういう非合法の店の方が儲かるだろうよ。ま、ああいう奴らのおかげで、俺らはうまい酒が飲めるんだから、どうだっていいけどな。ご苦労だったな、シャンメイ。A、解消だったね。B、苦労した？解消だったね。俺の共犯者には物足りなかったんじゃねえか？よ、コードマンの兄ちゃん。次のバトルには出ねえのか？もう一度儲けさせてくれよ。悪いね。対戦相手に一杯おごってもらう約束でね。行くぞ。シャンメイ。へい、対戦相手。誰だったんだ。よし。今日の対戦相手がよこしたい情報はなかなか使えそうだぜ。おい。お、そうだ、シャンメイ。カジノに行ってきてくれるか？ A、遊んでる暇などない。B、一攫千金狙っていいの？まあまあ、これ A でね。遊んでいる暇などないと。お前もどこぞの堅物ポリコーみたいになってるぞ。そうじゃなくてだな。さて、メディーラから連絡があったんだ。裏が取れたってな。 A、 裏が取れた。 B はそのうちきっと出るのかな。ま、詳細はあの女から聞いてくれ。頼りにしてるぜ。俺はその間にもう一件情報提供者のところに行ってくる。頼んだぜ、シャンメイ。おお、カジノだ。待っていたわ。あら、噂の人のお出ましね。いらっしゃい。ねえ、非公式の賭けゼノンザードができる店でコードマンとコンコードが連勝してるって。あなたたち自分の知名度を理解してないみたいね。ところで、まあいいわ。そんなことより、このリストデータを持って行ってちょうだい。ええ、何のリスト？ B、 大切なもの？ A、 何のリスト？そうね、ニヒト計画関係者のリストよ。あなたたちがありとあらゆる手段で入手した裏情報から作ったの。それに幸いにも私の顧客には財界、政界、芸能界を牛耳っているような富裕層のお客様がいっぱいいらっしゃるの。そのつながりを利用して、あなたたちの集めた情報から関係者リストを作ったってわけ。 A、 これでニヒト計画を潰せる。あら、 A、 それは気が早いわ。ダメよ、まだピースが足りないのよ。確固たる証拠、それがないと真実は何とでも もみ消されるわ。相手は強くて賢くて権力のある怖い人たちだもの。A、 あと一歩か、あと一歩か。全然なんだろう、雲をつかむような気持ちなんだけど今。え、そうね。ふふ、そうね、よくここまで頑張ったわ。でも決定打がないうちは焦っちゃダメ。それから、あなたたちが悪い奴らを闇で裁くまでは私も好きにこの情報を使わせていただくわね。じゃあまた、今度はゆっくりできる時にいらっしゃい。メディーナさん好きだな、なんか。 A、 あともう少しだ。本当になんかもう何も見えてないんだけど、自分の目には。シャメだな。はい。え、 A、 またですかい。またですかい。
今度はどこに連れて行かれるんでしょうか。なあシャンメイ、やけに戻りが遅くないか。そうね、そろそろ帰ってきてもいい頃だけど。あら、通信よ。これは心配してくれてる。やっぱ一人で行かせるんじゃなかったな。またさらわれたところで次回へ続くかな。おお、やっぱり。お前もだんだん悪党に近づいてきたな。うん、というわけですが、次回はですねひなちゃん、ひなりやちゃんの2章第2話をやっていきたいかと思います。では、今回はちょっとここまでにしたいかと思います。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。